金沢を舞台に同性カップルの幸せの形を描いた映画手のひらのパズルが完成しました。監督、脚本、主演を務めた俳優の黒川由美さんに映画に込めた思いなどを伺いました。男女の恋愛と同じように同性の恋愛っていうのもあって当たり前っていう世の中になったらいいなっていうふうに思って映画を作りました。大丈夫だよ、そのままで。交際中の男性との結婚を考えている主人公リサが彼との価値観のズレに悩む中、相談相手だった友人マコとのある出来事が自分のセクシャリティについて考え直すきっかけとなる。幸せの形は何かを問う映画です。自分の身近にもやっぱりその当事者で悩んでいる子がいて、こう今世を生きてても期待ができないから来世に期待ってずっとその子は言ってて、もうそれがなんか悔しくて、何かその子の力になりたいって思ったのがやっぱり映画を作るきっかけになったかなっていうのは思っていて。よーい、はい。映画の舞台は金沢。今年の2月下旬にロケを行いました。撮影日大雪でなかなかこんなに降ることないんですよって言われるぐらい降って、めちゃくちゃ大変でした。一番こう盛り上がるシーンっていうのを雪がない想定で作ってたんですけど、あれ、これ雪がある方がいい景色になるんじゃないかなって思ったら、やっぱりすごく綺麗で、金沢の街ってすごい綺麗だなって思いました。黒川監督が金沢を舞台に選んだきっかけはあるアンケートを目にしたこと。もし近所の人が同性愛者だったら嫌悪感を抱くかという質問に、北陸は6割以上の人が嫌悪感を抱くと答えていました。反対の声だったりとか、ちょっと難しいなって思われている地域から発信した方が社会を変えるのに大きな力になるんじゃないかなっていうのを感じて、せっかくだったら金沢でやろうっていうふうに思いました。その金沢でも今 LGBTQ に対する意識が少しずつ変わろうとしています。去年10月には LGBTQ の当事者と支援者が一緒に金沢の街を歩くプライドパレードが初開催。また北陸では初めて同性パートナーを婚姻に準じる関係と認めるパートナーシップ宣誓制度も導入されました。当事者の方たちが声を上げて、ちょっとずつですけど、やっぱりすごくポジティブな風に動いてきてるのかなっていう気はしてるので、この映画を見てもらって、なんかこうありのままの自分でいいんだとか、私はこうやって生きてていいんだなっていう風に思ってもらえたらいいなっていうのはすごく思います。映画手のひらのパズルは今月25日、26日に金沢21世紀美術館で先行上映され、その後全国の映画館で順次公開されます。